ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市夢見台にやってきました。今日ご紹介するのは 3LDK のテラスハウスの賃貸住宅です。早速1階のリビングのスペースからご紹介させていただきます。まずこちらがリビングとダイニングキッチンのスペースとなっております。非常に広いスペースですので、ご家族でゆったりとくつろいでいただくことができます。こちらのリビングからですね、このように専用庭に降りることができますので、こちらも結構広いスペースとなっています。お子様の遊ぶスペースや物を置いておくのにぴったりなスペースとなっております。そしてこちらですね、このようにモニター付きインターホンもついてますので、防犯性も、かなり高いお部屋となっております。それではこの中のカウンターキッチンをご紹介させていただきます。こちらがカウンターキッチンとなっております。非常にですね、このように上の収納であったりとかですね、下のこの床下収納、あとキッチンの下の部分にも非常に大きな収納となっておりますので、キッチン用品、お鍋とかもしっかりと収納していただくことができます。もちろんですね、調理スペースも広いですし、このようにコンロを置くスペースも十分確保されてますので、使い勝手のいいキッチンとなっております。それからキッチンの横の部分ですね、ちょうど階段下のスペースになるんですけど、このような物置のスペースがございます。それではここから水回りをご紹介させていただきます。こちらです。こちらが洗面所となっております。洗面台もかなり幅の広いタイプがついております。洗濯機はもちろん室内に置けます。そしてこちらがお風呂となっております。お風呂には窓もついてますので、換気、十分行っていただける形となっております。そして洗面所を出ていただいたところですね、こちらにもこのような形で高さを変えられる収納がついておりますので、非常にたくさん収納のある物件となっております。そしてこちらが玄関となっております。玄関もですね、かなり幅も広くて、下駄箱も十分用意されてますので、ご家族が多くて靴が多くても安心です。それでは2階をご紹介させていただきます。階段には手すりがついているので、安心していただけるかなと思います。2階は3室ございます。まず1つ目がおよそ6畳ぐらいの洋室となっております。こちらの洋室には奥行きが結構あって、高さもかなりある、クローゼットがついております。丈の長いコートなども十分かけていただくことができます。それではお隣の和室に行きます。こちらが和室の6畳となっております。畳の部分以外にこのようにだいたい1畳ぐらいですかね、板の間の部分もあります。そして先ほどの洋室もそうなんですけど、バルコニーに出ることができます。はい、こちらの和室の収納の方はこちらですね、およそ1間の押し入れがついてますので、お布団などを入れておくのに十分なサイズとなっております。それでは最後、洋室をご紹介させていただきます。こちらが最後の洋室となっております。こちら少し広めになってますので、ご夫婦の寝室などに使っていただくのに十分でないでしょうか。収納の方もですね、これだけ大きな、クローゼットがついております。高さも十分ありますので、かなり物が入る、こんな収納です。そしてここだけじゃなくて、階段のスペースですね、ちょっと利用したこのような収納もございますので、たくさん物をいただ、入れていただける、そんなお部屋となっております。はい、それではお部屋のご紹介の方はこれで終了させていただきます。気になる条件等は奈良のもてなし奈良心賃貸の正木のホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日はプライムヒル2のご紹介でした。また見てね。